はい、こんにちは。コアキーパーやってきます。木がやたら生えています。これは木を種まだ余ってるんで、もっと敷地を広げましょうよ。隣にスライムが。これちょっと一回塞いで、他のとこから行きますしね。ね。塞ぐのも簡単。砂地って耕せんの？ああ、耕せないんだ。もう、ちょっと。でもいいか。いくつ種あるんだっけ？5個。木はあれだね、種を出さないから拾ってこなきゃいけないんですね。何？水はどうなんだろうか。一応、まいとくか。ちょうどいい。水を。もう畑もこれそのうち足りなくなるよな。ここちょっともうやっつけちゃって。クワもう一つあるから。墓石。ガシャン行った。壊れたんだ。竹用地。50個ってことでいいですかね。壊れてしまった。ちょっと収穫先して、直しに行きましょう。よし。
校自由にしたいから、3、4、5、6、7。おいで。ね、40。何を食べると？美味しいでしょう。食べましょうよ。よし。これが2つできました、畑が。もう一つこっちできそう。土地だけ開いとくか。あ、さ、ここに砂がある？もしかして。あ、砂があるね。砂はなんか、なんとかならんのか、掘って、普通の土で埋めてみる？普通の土どれ？普通の土。土がここにあって、砂の地面がここにあるから、こうして、こうして、その地面を入れる。はい。はい。ああ、なくなってしまった。まあ、次や。ああ、なるほど。これで、耕すことができるわけね。ちょっと暗いから、こうして。あ、壁にもつくのね。こんな感じ。こんな感じ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、60ってことですかね。これ効率悪いですね。気になりますね。よし、これで。はい。はい。で、さっきの穴っぽく開いてるところに。はい。これ通れる。それで、このバツを見つけましたよ、私。え、ねじれた目の貴重品か。畑は三面、こっちも広げれる。貴重品これかな？うん。目の、どれこれ。
そして種は、こう、こう発酵チューリップ。で、ここ行きましょうか。よし。ここ。これ。いちいち買うのは割とめんどくさいですな。水がない。一杯で20回ってことですね。よいしょ。ご飯的には作っとくべきだね。10個ある。追加で手に入れた。本当だ。体力が、前々回かなんかに配送した。スピードが上がるな、これ。栄養満点ピーマンラップ。20個くらい使ってみましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。食べ物、いつの間にか食べ物の効率上がってます。21増えますね。よいしょ、これで。木の方はどうなりました？木は水撒いたっけ？覚えてはいないですね。そうですよ。このぐらいの間隔はちょうどいいのかしら。ああ、これあれですね。直線的にできた方がいいですね。収穫がやりづらいんで、そうですね。もうちょっとこれ奥の方にまで広げましょうか。そうですね。これ揃えた方がいいですね。ここと、ここ、ここ、こうしまった。ここに置いて、同じとこに添えた方が収穫が断然しやすい。こんな感じで。感じ。これ水は持ってきたらいいのかな。
で、横にこう行けた方が、ちょっと水を持ってきましょう。よし、これでいいですよね。墓標。ここに、いつものやつ。繊維は確かここ。顔に見えますね、これ。木材らしいんですね。どう？キラキラ光ってるのは何なんでしょうね。よいしょ。鍋は？できてる。これちなみにこれ2つ入れるとなんかレシピあるんでしたっけ？レシピありますね。キノコのキノコスープ。体力の回復もよろしい。これいいじゃん。どうだこれ、これキノコ畑もどっかに作らなきゃいけませんか。これですか？かわいいですね。キノコ畑をどっかに作らないといけませんかね。ここでいいでしょう、キノコ畑ね。お腹が空いてる。はい、3つだ。結構なあれです、燃費の悪さ。ドシンドシンって言ってますけども、あそこに行ってるんですけどもね、見れてないですけども、体力だ回復するんですよね。これ置いて、この辺キノコ畑として、下にこれ、キノコの元を敷き詰めますか。うん。邪魔だよね。探索ポイント、こんだけね。でもこの辺も持っておきましょうか。ここの基本のこう記憶畑ね。お、いっぱいいる。でも虫。こっち側には行かない。なぜならボスが壁を壊すから。
キノコ畑。違う。もうこれ収穫できんじゃね？まだでした。あ、できるじゃん。大丈夫？右クリックでした。右クリックで10なら結構あれですね。いいですね。植えますよ。植えるときは右クリック。あれさっき減ってない数。減ってますね。減る可能性があるんだね。ってことは新たな敵をやっつけて、農業だけじゃダメってことが分かりました。種を入手しに行かないと。種とキノコ、キノコ入り、こっちね。全く生えてませんけど、またたくさん増えたんで、あ、あ、半分分かりましたよ。こうです。シャープをし、シフトを押して左クリック。ま、あ、ちょっと待って、やりすぎ。まあ、また取りましょうね。はい、4万点、4万点、満点がスピードも上がるから、これいいですね。はい、これ置いて、それでは今日はこの辺で終わりにしましょうか。まだキノコ生えてねえし。それではまたよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。